勝負終わった時にさ、あの表彰画面出るじゃん、バトルナンバーワンとか、なんかアシスト数ナンバーワンとかで、あれの中にファーストスプラットっていうのがあるでしょう。あれ何なんかなってずっと思っとったんよ。で、調べよう調べよう思うてさ、忘れとって、今やって調べたからちょっと共有しとこうかなと思って。ファーストスプラットは、まあでもなんとなく想像できてる人もいると思うんだけど、その勝負、その試合の中で一番最初にキル取った人、敵を倒した人がファーストスプラットっていうらしいです。以上。終わった。1分かからなかった。そう。そういうことらしい。だけどまあ、勢いでいけば、それでね、取れるやつではあるよね。あとまあ金じゃないから、まあわざわざ狙いに行くほどの価値があるかって言われると、まあどうなんかなと思うけど、まあ何もないよりはいいよね。保険として取っとくっていうのはありなんかもしれんね。そう、なんかな、気になっとんだけど調べようと思って忘れとること結構あるんよな。あの、気になってたことを覚えてない。そう、だいたいなんかこう、あ、ここ分かりづらいなとか、あの、他の人も疑問に思うだろうなっていうことは、まあ、ちょっとしたこととかでもさ、まあ、今みたいな感じで動画にしといたらさ、まあ、なんか調べた人にたどり着く可能性があるじゃん。だけあの、もう、なんか、冒頭で、パパッと喋って、その後はもう興味ある人は見てくれる感じでやってる。このちょっと調べた系のやつはね、こういうの調べたよ言って、こういうことだったみたいよっつって、自分一人が調べる労力もね、他の人が調べる労力もそんな変わんないと思うから、なんていうんだろう、だったらこう、せっかくならうわ、あ、おる。ナイス。あぶな。バレるか。ん？腰は敵だね。粘れんか。粘れんか。危な、ちょっと手前すぎたな、置いたのが。裏取り対策にはなるけど、あ、待って、いや、しょうもないの当たったな今。危ない、あの裏バレルオル、結構裏から入ってこいとするから、おどおどおど、オッケー、いける。バレルいいんよね、最近よく使うようになったかな。エリアなんかね、何使っていいかよくわからんからさ、バレル使っとけば安定みたいなとこあるよ。塗りも強いし、なんていうの、その
弾が出る速度が速いから絹もまあまあ取りやすいし、ただまあ若干ためないとね弾が出ないから、そこはちょっと慣れではあると思うけど、スプラ1でさバレルスピナーが出た時、初めて実装された時さ、強いんだろうけどこの溜めてる間にやられるくねと思ってたんや、その当時。まあでもこの射程距離がね中距離くらいあるけど、あるけどライジンステップでライジンステップで近づかれたら対応できなくねくらい思ってたけど、まあ、単純に自分が下手なだけだったなその発想自体が。まあ、今でもあんまり当てられてないけど、当時よりはやっぱ使えるようになったね。あの、同じ理由でロングブラスターも、当時全然使いこなせんかったけど、最近割とロンブラだけで、あの、腕前上がっていったりすることあるから、馬鹿になんない。ネクロをね、ちょっと練習した時期があったんだけど、ロンブラね。あれはハイドラか。待って。いや、部が悪いな。こういう時は無茶しない。うわ、危ない。いや、無茶すんな。お前が戻ってくるのを待ってたんだぞ。やば、当たらんか、当たらんか。あー、大事なとこで。ハイドラの制圧力やばいな。あれ、今入ってなかった。いや、惜しい。あれでいけ。ん？なんか今日朝にもなんかインターホン鳴ったんだけど、何も来る予定ないのにな。なんかそのさっき朝来た時にさ2回鳴らされてさ、なんか結局なんだろうと思って開けに行ったりするじゃん。危な。そしたら宗教の勧誘だったりさ、もう怒りを抑えられなくなるよね。いや、2回はやめろよって、1回はまあまあまあと思うけど、2回はやめろってなるよね。あと住宅展示場のやつ、2回は違うだろっていうそれはちょっと話変わってくるよっていう。そういうことが積み重なるともう出なくなるよね、だんだんと。あー、でもなんか怖いのはさ、ガス代とかをさ払い忘れてたとするじゃん。で、その時にね、ああいうのって大体最後、一回来てくれるんよ。一回来てくれるんだけど、それを、逃すのは嫌よね。あり得るからな。どうせ宗教だろう、宗教の勧誘だろうって言って。終わる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 。
やられたよ。やっぱ何もできんかったな。なんかバレルだといい距離でこうさ、死なないように戦うのは割といいんだけどさ、踏み込めんのよね、もう一歩が。なんかこのもう一歩踏み込むと多分めちゃめちゃ死ぬんよ。コスパ悪いんよ、自分の感じ。そこがむずい。よし、じゃあ終わろう。チャンネル登録、高評価よろしく。終わります。ありがとう。